ルードヴィッヒ様、敵最終防衛基地ナトルスを制圧しました。アビゴールの科学力をもってすれば地球連邦軍など恐るるに足りぬ。地球侵略など時間の問題であろう。はっ、連合艦隊の奇襲準備も整っております。必ずや撃破してご覧に入れましょう。よし、任せたぞセイレーン。大変だわ、早くこのことを報告しなければ。こちら地球連邦本部、連合艦隊応答願います。こちら艦隊司令、ワイルダー大佐。アビゴール基地から届いた情報によると、敵艦隊が我が国に対して奇襲を企てている模様。なんだって？奇襲か！アビゴールの奇襲攻撃を受けた。全員戦闘態勢に入れ。ジグゼロワン、発進準備。アビゴールの奴らね、もうこんなところまで来やがったのか。ケーキオールグリーン、オーバーブースト点火、出力最大、スクランブル発進 OK。 立花少佐、これより我が艦の指揮を離れ、地球連邦本部からの指令を仰げ。生きていたら地球で会おう。はい。アビゴール、貴様らの野望は俺が打ち砕いてやる。
こちら地球連邦本部、立花少佐、応答願います。はい、こちら立花。どうやらレグロスを突破したようね。アイレンからの情報によると、敵はプレアデスへ退却中。今がチャンスよ。え？アイレン？アビゴールの要塞本部に侵入してるのよ。なんだって？玉蘭、それでアイレンは無事なんだろうな。もちろんよ。妹が命がけで集めた情報、無駄にしないでね。当たり前だ。アイレン、辛いだろうが頑張ってくれ。俺が必ず迎えに行くからな。
いまいましいやつらめ。このままではルードヴィヒ様に合わせる顔がないではないか。これ以上やつの好きにさせてたまるか。こちらアイレンです。応答願います。はい、こちら地球連邦本部です。アイレン、無事だったようね。ええ、こっちは大丈夫。なんとかうまくやってるわ。無事でよかったわ。そうそう、立花少佐が現在アクエスを無事突破、そっちに向かっているわ。え、マサトがこっちへ向かってるですって？じゃあ、あのジグゼロワーのパイロットは？
ルードビッヒ総帥、セイレーン総司令官からです。よし、つなげ。ルードビッヒ様、申し訳ございません。セイレーン、お前ともあろうものが。お言葉ながら、我が軍の情報が地球連邦軍に流れているのでは。どういうことだ。はい、あの戦闘機ですが、正確にそちらに向かっております。やはりそうか。よし、要塞内部に侵入したスパイを何としても見つけ出せ。はっ。
立花少佐、応答願います。こちら立花。アイレンからの連絡が途絶えてしまったわ。まさか敵に発見されたんじゃ。そうだとしたら殺されてしまう。お願い、妹を助けて。わかった、俺が必ず助け出してやる。
さあ、こっちへ来なさい。ルドビヒ様、地球連邦軍のスパイを捕らえました。お前のその勇気ある行動を褒めてやろう。しかし、見逃すわけにはいかん。連邦軍はもうそこまで来ているわ。あなたたちもこれまでね。へい、生意気な。報告します。地球連邦軍の戦闘機が接近中です。よし、連邦軍の戦闘機を片付けてからお前の処分を考えるとしよう。セイレーン、それまでこの娘を監禁しておけ。マサト、助けて。
よくここまで来られたな。この娘の力があったとはいえ大したものだ。褒めてやろう。マサト、助けて！くそー、アイレンを返せ！ほう、あのパイロットとはまんざら知らぬ中でもないと見える。よし、もし私を倒すことができたら娘を貴様に返してやろう。今こそ真の恐怖を味わわせてやる。さあかかってこい！勝負だ！この私が貴様ごときに敗れるとは。しかし、敵ながら見事だ。アビゴールもここまでだな。さあ、約束通りにアイレンを返してもらおう。そうだったな。さあ、受け取るがいい。アイレン！マサト！マサト！完全なる敗北だな。しかし、これ以上生き恥をさらすわけにはいかない。失うものとてもう何もないのだから。ルードヴィッヒ！これで、本当に地球に平和が訪れるのね。ああ。俺たちが平和な世界を築いていくんだ。さあ、みんなが待ってる地球へ帰ろう。ええ。